集中力を高めていきます。 Representing the USA Michelle Kwan 17番ミシェル・クワンさん、アメリカ。自分の演技をするだけ。優勝を目指してミッシェル・クワン、ショートの演技。ラフマニノフピアノ協奏曲第3番。ルッツは3回転ダブルトダブルアクセル。レイバックスピン。円を描くサーキュラーステップです。トリプルトウ立ちました。軸がきっちりしているフライングジャンプシットスピン。得意のスパイラル。コースはコンビネーションスピン。完璧。アメリカミッシェル・クアン。絶対に失敗しないというスピード。前半の緩やかな流れの中でジャンプを決めました。女子では難しいトリプルルッツからのコンビネーション、そして2つ目のダブルアクセルも、ガッツポーズも出ています。まず最初の左のアウトエッジで右つま先を添えます。これがルッツ。3回転きっちり入れて、その後ダブルトーをつけるコンビネーションジャンプ。まっすぐ体の軸がそのまま空中で回転しています。そして後半に得意のあのスパイラルステップから、そしてコンビネーションスピンに入っていくところ、このどうでしょうか、体の安定感。本人納得の演技内容。問題は得点です。リピンスキーは5 8 5 7 5 8 5 7 5 8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 
6-7 と並んでいましたが、さあどうでしょうか。プレゼンテーション 5.9 が並んでいる。もちろんトップリピンスキーを抜きました。観衆に礼をします。ミッシェル・クワン、リピンスキーを抜いてトップに立ちました。2位リピンスキー、3位ブティルスカヤ、4位チンロ、5位ボナリ、荒川健闘で現在8位につけています。